マイナスワンは、複数の音声から、ある特定の一つの音声を消去した状態を示す。数学的概念から来ており、N 個の音声から一つの音声を引く、すなわち、N、N-1 であり、N-1 が元来の正式呼称である。マイナスワンは元来、テレビラジオなどの放送、演劇、コンサート、映画制作などにおいて、広く用いられる、電気信号の一つである。 ただし、楽器の演奏練習などに用いる、すなわち、自分の演奏パートの音声がない録音済みテープも、マイナスワンテープと呼ばれる。つまり、カラオケも、マイナスワンの一種である。また、テレビ中継などで、スタジオから離れた場所にいる出演者に伝送する、音声や、音声伝送経路を含めたシステム全体を指すのにも、マイナスワンという表現が使われる。以下、 音声電気信号 N-1 を例にして示す。右は概念図である。図中マトリックススイッチ中の黒丸はクロスポイント接続、白丸はクロスポイント未接続であることを示す。マトリックススイッチを用い、それぞれの入力に対して、その入力信号を1個を抜き、それ以外の入力信号を混合して、それぞれの入力先にモニター用として返すための、 レッド信号を作る。すなわち、N 個の入力信号から1個の入力信号を引いたものとなることから、N-1 信号と呼ばれる。これに対して、PGM 出力信号は、すべての入力信号の和となることから、オールミックス、オールミックス信号などとも呼ばれる。なお、今日の音声調整卓などには、標準的に N-1 信号を作るための、 マトリックス回路が搭載されており、加えて、それぞれの信号の混合割合を細かく変えることができるようになっているものが多い。マイナスワンは多目的にケースバイケースで用いられる。最も基本的な例としては、テレビラジオのスタジオにおいて、出演者に番組の進行状況を知らせるためには、番組の音声を聞かせる必要がある。 この時スタジオ内に設置したモニター用スピーカーから出演者の声の入った PGM をそのまま出すとマイクロフォンにより集音した出演者の声がモニター用スピーカーから出てこれが再び同じマイクロフォンより音声増幅器に入り込むため音声増幅器は発信してしまうこれを防ぐためには電気的にはマイクロフォンが PGM を拾わないようにイヤホンを用いて pgm を直接、出演者の耳に返せばよいが、ラジオの場合はともかく、出演者の姿の必要なテレビの場合、モニター用のイヤホンは可能な限り用いたくはない。また、pgm に含まれる出演者自身の声が聞こえると、出演者は喋りにくく、それでも喋ることができるようになるには、かなりの訓練を要する。特に自分自身の声に時間差がつくような場合には、 訓練された出演者であっても喋ることができなくなる場合が多い。このような場合、マイナスワンは好んで用いられる。テレビ中継などで、レポーターが喋り出して、すぐに自らイヤホンを外してしまうトラブルは、マイナスワンの不具合によることが多い。音楽ステージなどにおいては、各楽器の演奏者などに、自分以外の音をモニターとして聞かせるために使われる。 各楽器の演奏者ごとにそれぞれ異なるマイナスワンが必要となることもあり、フルバンドなどでは PGM 系統を上回る大規模な系統となる。このような場合、ミキシングコンソール内蔵のマトリックス回路だけでは足らなくなり、マイナスワン専用のルーティングスイッチャーなどが併用される。スタジオ外の出演者の声、 スタジオ内で流れる BGM など消去される音声が実際には2つ以上になっても慣例的にマイナスワンと呼ばれる。ありがとうございます。